ハテルマ空港付近の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成。1977年撮影の3枚を合成作成。ハテルマ空港は、沖縄県八重山郡竹富町のハテルマ島にある地方管理空港である、島の東端に位置する。日本最南端の空港である、定期便は運行されていないが、救急患者移送などの必要性から職員を配置し、 稼働している。エアードルフィンの石垣空港線が2008年11月に運休し、それ以降は定期就航路線はなく緊急輸送等のみとなっている。2008年の年間乗降客数は国内線2100人であった。ハテルマ飛行場原空港老朽化が進んでいた。旧ターミナルは2014年10月に解体され、翌年4月から建て替えが行われた。 新ターミナルは当初は2015年9月16日に完成予定であったが悪天候で船便が欠航し資材搬入が滞ったために完成が遅れ11月末に竣工した新ターミナルは鉄筋コンクリート構造平屋建てで延べ床面積は326.38平方メートルと従来の施設の約2倍となる第一航空による運航計画ととんざ 編集2008年11月のエアードルフィンの運休後、沖縄県は石垣波照間線を第一航空による運航で再開する方向で調整を進め、2014年3月26日には、第一航空が DHC-6 を購入して2015年10月を目途に運航を再開することがほぼ決定していた。しかし、2015年8月18日には、 台風の影響等で運航乗務員の訓練が遅れたため、さらに8月28日には第一航空の同型機がアグニ空港でフェンスに衝突する事故を起こし、原因究明まで同型機の飛行ができない可能性があることから就航時期が未定となったが、同年秋には新ターミナルの建物が竣工した。第一航空は2016年8月に ハグニ線を2017年夏頃に再開させるとの意向を示すとともに、石垣ハテルマ線については、2017年6月頃に操縦士等の要因補充を考えており、2年後以降に就航見通しがあるとの見解を示した。第1航空のナハーグニ線は2018年1月15日に運航を再開したが、補助金第1航空は同年4月27日に、 沖縄からの撤退を表明し、石垣果てる魔線の就航にも否定的見解を示した。他社による運航計画編集2018年1月、竹富町は第一航空以外の就航も視野に、第一航空の19人乗りの機材に限らず39人乗りの機材が就航できるように、 滑走路の800メートルから1200から1500メートルへの延長を検討していることを明らかにした。2018年12月には沖縄県が第一航空の機材2機を活用し新たな民間航空会社に運航させる計画であることが明らかになった。また、同月、石垣市に本社を置く株式会社ゴールドエンターテインメント1895も詳細は 未公開であり、事業は具体化していないものの、2020年夏に、石垣波照間間にクエストエアクラフト社の6人乗りの、コディアック100型機による定期便を就航させる計画があることを明らかにし、スカイサンタアビエーション及ぼすとうチホールディングスと共同で同期による試乗会を実施した。2019年8月6日には、竹富町とスカイサンタアビエーションが、 包括的連携協定を締結し、2021年9月に不定期チャーターによる航路再開を目指すこととなった。計画では、2020年9月に航空機使用事業の許可を取得して、下地島空港でパイロットの訓練事業に着手するとともに、座席数9から17席の総発水陸両用機2機をリースする。航空機は石垣を運航拠点とし、 整備拠点を下地島空港に置く。料金は片道3000円程度を予定している。第一航空による運航再開検討編集2020年10月、経営体制の変わった第一航空が2015年にアグニ空港で発生させた同社の航空機事故をキーンとする県の補助金減額は一方的で違法だとして沖縄県を相手に起こした。 損害賠償請求訴訟の取り下げの動きを行った。結果、第一航空代表と副知事の会談が行われ、石垣、波照間路線を含む離島便再開への議論が行われた。ありがとうございます。